な、ここ、白霊神社か。そのようだけど、なんで私たち、ここで寝てたんでしょう。お目覚めですかな。まだ起きてない人もいるようですが。で、ここに横になってる人たちは、昨日思い切り酔いつぶれた人たちですよ。あっちゃー、ごめんねー、迷惑かけちゃって。楽しんで飲んでくださったようなので、ウィンウィンですよ。サンキュー、マジで。そや、霊夢は。まだ寝てますよ。まだ朝も早いですから。そう？じゃあお邪魔にならないうちに、私は退散しましょうかね。私もさすがに帰るぜ。帰ってからゆっくりするわ。そうですか。わかりました。気をつけてお帰りくださいね。おはよう、と。あれ、みんないなくなってる。おう、霊夢、おはよう。酔いつぶれた野郎どもは。ああ、帰ったよ。霊夢が起きる前にな。起こすのも悪いからって、みんなこっそり帰っていったよ。へえ、そうなんだ。さて、宴会名物、終わった後の掃除が残ったな。まあ、片付けてくれたとしてもどうしても残っちゃうものね。ゴミとかが。というわけで、俺は山盛りの食器を片してくるわ。じゃあ私、外の掃除をやってくるわ。無理ない範囲でいいからな。ええ、わかってる。この子たちのためにもね。あらら、でも思ったよりかは少ないわね。これならちょっと掃除するくらいで済むかもな。霊の方が大変なんじゃないかな。おお、たくさん作ってくれてる。これだとしばらく料理は困らないな。にしてもあれだな、これ取る皿を間違えたら崩れて割れるパターンだろ。紙皿とかにしとけばよかったかな。まあいいか、それだと味気ないし。さてと、さっさと片すか。レイ、こっちもう終わっちゃったわよ。お、早かったな。手伝おうか。ああ、洗い場が濡れた皿でいっぱいになりそうだ。拭いて、直しておいてくれるか。オッケー、片していくね。こんだけ洗うの大変だったでしょ。まあ大変じゃないって言ったら嘘になるな。なかなかだよ。人多かったもんねー。でも、なかなか楽しかったわね。確かにそうだな。あんだけどんちゃん騒ぎすること、なかなかないからな。それだけ、ピンフになったってことか。だな。ほい、終了っと。ふう、ぐうたらしすぎたな。疲れたの、レイ。ちょっとな。二日酔いがあるとかじゃなくて。それもあるのかな。そこそこ飲んだしな。じゃあさ、今日はゴロゴロデイにしよう。ゴロゴロデイ、なんだよ、それ。言葉の通りよ。一緒にゴロ寝して過ごすのよ。必要最低限のことだけやって、あとはひたすらゴロゴロ。なんならギューってしながら、ゴロゴロして、食べって、なんてのもいいしね。それ、お前がやりたいだけなんじゃねえの。バレたらしょうがない。捕まえちゃうわよ。たく、ならそうしようか。こんな日があっても、いいだろう。なあ。なあ。ゴロゴロするのって最高ねー。なんか罪悪感湧くんだけど。休んでる時に罪悪感湧く人って、休むのが下手な人らしいわよ。そうなのか。新聞に書いてあった。休むべき時に休めないから、そういう人は倒れちゃうって。まさに俺じゃんか。俺に対して言ってるようなもんじゃねえか。そうねえ。まさかまた入院なんてねえ。霊夢、お前これからずっとチクチクそうやってさ好きだろ。またなんか怪しいってなったら、警告の意味を込めて言おうかしらって、思ってみたり、思わなかったり、そうだったりそうじゃなかったあり。どっちだよそれ。どっちでしょうねえ。そっちかもだしあっちかもだしこっちかもだし。いじる気満々じゃねえかよ、霊夢。いえってぇ。お、今お腹動いた。おお、もう動き始めてんのか。どんな感じなんだ。ん、なんかこうトントンされる感じかな。今後多分蹴ったりパンチしたり、そんな感じになるんじゃないかな。夜中にそうなったら寝れねえじゃんけ。そうなったら私、日中に昼寝に時間が必須になっちゃう。その時は、俺が家事とかなんでも、全部やってやっから、安心せいや。
それでまた過労で倒れるなんてこと、ないでしょうね。どうなのよ、やばそうと思ったら、なんか言ってくれ。やっぱそうなるのね。仕方ないやつね、ほんと。ゴメプー。ゴメプーって何よ。なんだろ。わかんない。なんか自然と口に出ちゃった。脳死してる、もしかして。まだ昼だってのにもう頭パンクしてんのかよ俺。マジでゴロゴロして過ごしてしまった。いいじゃない、こんな日があったって。普段ちゃんとしてるんだし、こういう日があったって罰は当たらないわよ。まあそうだろうけど。それに、ちょっと。ねえ。そこ触れちゃう。触れるわよ、それはねえ。久しぶりにキスしたわよねえ。だな、俺が悶々とするから控えようって言ってたけど。結構激しかったわよ。やかましいわ。乗ってきたくせに。そりゃ久々だし乗るに決まってるじゃないの。そうかい。あら、どこに行くの？トイレと風呂の準備をしてくるんだよ。あざーす。へいへい。あれだけキスしたのに、そういうことをしたいって気持ちが湧いてこないのよね。妊婦って、性欲なくなっちゃうのかな？で、全部終わらせてから寝室に来たのはいいけどさ。やること？昼間と変わってねえよな。まあ、そうね。ひたすらゴロゴロしてたね。で、相変わらずお前は俺の胸に耳を当てて寝ると？心音ってマジで落ち着くのよ。なんかよくわかんないけど、なんでだろうなぁ。あと匂いかなぁ。霊ってマジでいい匂いするからさ。そうなの。そうなのよ。多分遺伝子レベルで私と霊は相性がいいと思う。遺伝子レベルって、そんなことあるかねぇ。だって、の相性も良かったと思うし。お前何食わぬ顔でなんてこと言ってんの。何言ってるかわかってんの。うん、わかってるよ。わかってる風に見えないんだけど。あれまあ。心底びっくりしてるねー。心拍数めちゃくちゃ上がってるよ。上がるに決まっとろうがい。なんでかなー。相性がいいって言っただけなのになー。お前確信犯にも程があるぞ。こういう心音もいいねー。ダメだこいつ、話聞いてねえ。話くらい聞いてます。変なこと言わないでください。変なこと言ってるのどっちだと思っとるんじゃい？はいはい落ち着こうねえ。ちょ、おま、耳をハムハムするな。耳弱いの知ってんだろ？ひってうはらやってふう。やめなさいっての。